沈黙の臓器と言われるほど強靭な肝臓ですが、実は健康診断を受けた6人に1人は肝機能検査で指摘を受けているんです。お酒を飲む飲まないにかかわらず、気づいた時にはもう手遅れということもあるんです。そんな肝臓のケアに今注目なのがブロッコリー由来の健康成分。カゴメは世界で初めてブロッコリーに含まれるスルフォラファングルコシノレート、略して SGS という成分が肝臓ケアに役立つことを発見しました。健康成分 SGS は体内の解毒酵素を活性化して肝臓の解毒力を高めるだけでなく、肝臓の炎症や酸化も抑制することが分かっています。さらにブロッコリーよりも新芽状態のブロッコリースプラウトの方がはるかに多くの SGS を含んでいることも判明しています。肝臓ケアのためにサラダにしたり、スムージー、もしくは手軽に取れるサプリを活用して SGS を継続的に取り入れましょう。